皆さんこんにちは、どもり新田です。まだまだ暑い日続いてますよね。暑いんですけれども、でもマスク取った時になんとなく乾燥はしてないんだけれども、小じわが気になるなとか、あと毛穴も開いてるんだけれども細かいシワがね、なんとなくあるような気がするって思ってる方、実は結構多くないですか？それもしかしたらハリが低下することによって起こる毛穴小じわかもしれないです。今までシワっていうとやっぱり乾燥肌の人とか、あとなんか表情で作られるとか、加齢によって真皮のコラーゲンとかエラスチンが変性しちゃうことによってできるっていうふうに言われているので、とりあえず保湿しましょうとか、あとはこの表情チワが定着しないような成分を入れていこうとか、あとは表皮とか、ね、真皮のコラーゲンとかエラスチンをアップさせるっていうような個々のものをしていくっていうケアが多かったと思うんですけれども、実はこの毛穴小じわっていうのは肌の弾力が低下することによって起こるっていうふうに言われているんですね。なので保湿をしたりとかコラーゲンアップとか、そういったこともとっても必要なんですけれども、今回の毛穴小じわっていうのは肌の弾力性、いわゆるハリが低下することによって起こると言われています。皆さんも想像していただければわかると思うんですけど、例えば内側からねふっくらしていると毛穴もふっくらしてあんまり目立たないようになるんですけれども、この皮膚が落ちくぼんでいく、肌の弾力がなくなってハリがね低下して緩むというんですかね、そうすると毛穴自体を支持している組織も下がってくるようになるんですね。そうすると毛穴自体が伸びてしまう。伸びてしまうと毛穴と毛穴を結んでいる線がつながってしまうんですね。なので乾燥とかがすごく起こるわけじゃないんですけど、毛穴と毛穴の間の線がくっつくことによってあたかもシワのように見えるっていうのがこの毛穴小じわの大きな原因になります。なのでやっぱり大きな原因はもちろんね乾燥とかいろんなこともあるんですけども、この張り感がなくなるっていうことになるんです。でも皆さん、張り感がなくなるっていうと、あ、私まだね20代だからとか30代だから張り感はまだねありますと、なので張り感なくなるのは40代50代からですよねって思ってるそこのあなた、実はですね怖いデータがあるんです。それが2019年のですね世界皮膚科学会ミラノ大会というところのポスター発表が行われた、これ SK2 さんがポスター発表してるんですけれども、何かっていうと、アジア人の肌の弾力は20代から急激に低下するっていうことなんですよ。怖くないですか？いや、もう私44歳なので、だいぶ昔から肌の弾力低下してたんだなっていうのを心配になりました。というのも私この発表ね見たんですけれども、これがどんな研究かっていうと、10代から80代のアジア人の方250名を調べた結果になります。それぞれの肌の弾力がどういうふうに低下していくかっていうのを見ると、20代から30代の年齢が急激に減る率っていうんですかね、弾力とかで男性っていうんですけど、男性率が急激に低下するのはやっぱり20代からなんですね。20代から30代にかけてとか、そこから40代50代60代ももちろん張り感っていうのはね低下はしてるんですけど、低下率っていうんですか、だからグラフで言うとこう来て横ばいみたいな感じなんですね。なのでこの急激に下がるカーブっていうのが20代から30代が多くて、40代50代はそれを徐々にゆっくりになっていくっていうことなので、肌の弾力、張りに関係する弾力っていうのは20代ぐらいからケアをしておかないと、グググッといってからの横ばいよりはなだらかになってからの横ばいの方がいいに決まってるじゃないですか。なのでやっぱり20代からしっかりとケアしていく方が40代50代になっても張りっていうのがある程度保たれるよっていうのがこの SK2 さんの発表でわかるんです。じゃあね、どうしたらいいのかっていう話なんですけども、張り感を保つためにはやっぱりね、なんとなく真皮だけ、コラーゲンとかエラスチンのケアだけっていうふうに思いがちなんですが、実は全部の層、例えば角層も表皮も真皮もそれぞれしっかりとケアしていかないといけないっていうことが分かっていて、それがなぜかっていうと、例えば角層のバリア機能低下するとするじゃないですか。そうすると内側のね水分がどんどん出ていってしまうので乾燥が起こるっていうのは皆さんご存知だと思います。この乾燥
症だったりとか紫外線とか外的刺激がバリア機能が低下することによって起こるとですね、実は肌の老化にすごく関係しているよっていう老化細胞というものが生まれやすくなってくるんですね。この老化細胞って何をしているかっていうと、肌に炎症を起こすサイトカインをいっぱい出すんですよ。だから老化細胞があると肌がその名の通り老化しやすくなっていくんですね。その炎症成分がいっぱいあることによって炎症が起こってしまう。それによって肌の弾力も落ちてくるっていうことになります。あとは表皮のですね、生まれ変わりターンオーバーが低下していくと、表皮の細胞がどんどん成長して角層に行くときに天然保湿因子だとかを作りながら行くので、やっぱり表皮のターンオーバーもきちんとしているっていうことが表皮のヒアルロン酸とかそういったものの酸性にも寄与してますから、そこもとても大事。もちろん真皮もですね、コラーゲンとかエラスチンがたっぷりあること、しっかりと変性しないでリモデリングっていうんですけど再生することがとても必要なので、やっぱり角層、表皮、真皮それぞれにケアをしていかないといけないっていうことが分かってるんです。そんな角層も表皮も真皮も全部マルチにケアしていくっていうのが難しいではあるんですが、そんな時におすすめなのがこちら SK-2 のスキンパワークリームです。こちらの SK-2 スキンパワークリームにはマルチファーマテクノロジーというものが搭載されています。このマルチファーマテクノロジーというのがどういうものかというと、カラーリリーエキス、そして芍薬の、ね、エキス、そしてドクダミエキスが複合になったものなんですけれども、表皮の厚みを増やしてくれる、表皮の細胞増殖をしてくれて、真皮のコラーゲンの酸性を促してくれるというものになります。それだけじゃなくて、これに入っているのはですね、実は、まあ、SK-2 といえばご存知ですよね。そう、ピテラなんですけれども、ピテラの中でも濃縮ピテラっていうものが入ってるんです。そこで皆さんね、ピテラっていうとなんとなくざっくりこんなことしてるのかなっていうふうに思うと思うんですけど、そういえばピテラって透明感出すよとかバリア機能アップするみたいなことはいろいろ私もデータで見たことあるんですけど、もう一度原点に帰って、それはピテラってどんな学会発表とかどんな論文が出てるんだろうっていうのを、今回20代からハリ感が低下するよっていうことが出た時にいろいろ調べてみたんですね。そしたら私が調べた限りですけど、今回の2019年に出たアジア人の肌のハリ感が低下する20代からっていうのを置いといても、ピテラに対する、ね、研究論文って13個も見つかったんですね。じゃあどんなことしてるのかっていうと、まずやっぱバリア機能を改善するっていうデータは取れていて、それは何かっていうと、フィラグリンっていう肌のバリア機能を司るようなものがあるんですよ。フィラグリンの酸性を高めたりとか、天然保湿因子を増やしたりとか、あとは細胞と細胞をくっつける、ね、タイトジャンクションっていうものがあるんですが、これを司るタンパクをアップさせる、細胞と細胞がきっちりくっつくことによってバリア機能って強固になるので、そういった機能、あとね、これも面白いなと思ったんですけれども、皮脂が活発な人だと思うんですが、皮脂細胞の皮脂酸性抑制っていうことも言われているんですよ。だから私合うのかなと思ったり、あとは表皮のヒアルロン酸性をアップさせますよとか、あとこれはすごいなと思ったのが、エイジングケアによっては結構言われています。例えば炎症が起こった時に一酸化窒素っていうものが増えていくんですね。例えば紫外線が当たったりすると、一酸化窒素っていう炎症を促すようなものが出ていくんですね。それによって角層がバリア機能が低下するとか薄くなったりするんですけど、そこを一酸化窒素を抑制して炎症だから抑えるようにして、正常な角化っていうんですかね、角層って厚くなっても薄くなってもダメなので、正常な角化を促してくれるっていうような、これは炎症を抑えるっていう意味では大きな意味ではアンチエイジングだと思います。だからそういったことをしていたりとか、あとね、これがすごいなって思ったのが、細胞老化の抑制なんですけど、例えば細胞の老化のマーカーっていうのが実はあるんですね。この細胞の老化のマーカーが CNKN2A っていうマーカーなんですが、それをですね、抑えてくれることが分かってるんです。なのでさっきね、老化細胞っていうのが起こることによって、それが炎症を起こすので、周りの細胞までも炎症が波及していくっていうことが言ったんですが、そういったことも抑えてくれるっていうこと、今回とは関係ないんですけど、もちろんメラニンの生成をね、抑えるっていうことも出てきているので、やっぱ肌に透明感を与えながら、表皮の厚みだったりとかを増やしながら、ふっくらさせてハリ感が低下するのを抑えてくれて、プラスアルファ慢性の炎症
炎症っていうんですかね、そういったものを抑えてくれるっていうことが改めてね、今回論文とか学会発表をいろいろ調べてみてすごいなと思いました。なのでやっぱりその肌の土台をしっかりとしながらバリア機能を高めて、そして老化細胞が、ね、出てくるような炎症系をしっかり抑えてあげながら、今回のマルチファーマーテクノロジーを搭載して20代から低下していくようなハリ感をしっかりと出していくよっていうことができるのが、こちらの SK-2 のスキンパワークリームになると思います。でもピテラピテラって言うけど、やっぱりピテラを使う時ってなんとなくやっぱこのね、化粧水から皆さん使う方が多いと思うんですけども、よく聞くのが化粧水使ってて何がいいか分かんなかったみたいなことを言う方もいらっしゃると思うんですよね。もちろん化粧水にもピテラ入ってるんですけれども、さっきご紹介したこのスキンパワークリームっていうのは濃縮ピテラになっていて、大体の論文が濃度に依存して効果が高まったっていうようなことがあったので、やっぱり通常のものよりも濃縮ピテラの方がより効果がわかるんじゃないかなっていうのはあるので、もしかしたらそのローションを使ってみていいような気もするけどいまいちわかんないなっていう方も、濃縮ピテラが入っているこのクリームを使うことによってよりピテラの良さっていうのがわかるんじゃないかなというのは思います。もちろんね、肌に張りが出ることによって毛穴を目立たなくなるし、毛穴こちらももちろん目立たなくなるし、なんといってもやっぱりこのもたつきっていうかね、こういったことがだんだんなくなると思うんですよね。なのでやっぱりマスクをそろそろ取らなきゃいけない時期になってくると思うんですよね。やっぱりというか取りたいじゃないですか。マスク取った時のこの張り感だったりとか、あとはやっぱりふとした時、私もね、たまに自分の YouTube 見て、あ、大丈夫かなってふとした時の自分のもたつきみたいなの感じることがあるので、そういう時にしっかりと張り感が保った肌であれば、ふとした表情もね、怖くないのかなっていうふうに思ったりもします。さっきから何回も言ってるんですけども、やっぱり張り感っていうのが、私はもうこのデータが衝撃的で、20代からぐっと下がるっていうことで、思い起こしてみれば、私自身も20代の頃って美白とか毛穴とかっていうケアはすごく大事だなと思ってたんですが、張りケアってなんとなく後回しというか、あんまり考えてなかったんですね。でも思い起こしてみれば、もちろんその炎症を起こさせないようにする、バリア機能を強化させるっていうことは自分の中でも意識をしていたので、それが良かったのかなっていうふうに思います。なのでもちろん今20代の人は今すぐやっぱりハリケアしっかりと始めるべきですし、30代以降、40代、50代、60代の方もこれ以上ハリが低下しないようにしっかりとケアをしていくことっていうことがすごく大事なんじゃないかなというふうに思います。いかがでしたか？今日の動画がね、ためになったよという方はグッドボタンを押していただいたり、コメント書いていただけると大変ありがたいです。そしてまただよっていう方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。さようなら。